こんにちは、亀山ライダーです。今回は前回の秩父ツーリングの続きです。日津鉱山の廃墟をお届けします。まず地図で確認しましょう。場所はこの辺りです。日津鉱山の日津は鉱山を運営する会社の名前で、もともとは秩父鉱山という名称です。鉱山の集落の入り口に秩父鉱山簡易郵便局があるので、ここを目指して滝沢ダムの辺りからお届けします。それでは行ってみましょう。滝沢ダムでしょ。これを越えて、2.7 キロ先右折です。この前を走ってるバイク群どうでしょう。1台ぐらいそっちに曲がってほしいぞ。滝沢ダムから国道140号で奥秩父もみじ湖沿いを走って中津川の手前で右折して県道210号に入ります。ここです。ここの右折レーン、あーやっぱ誰も行かねえ。はい、自分だけ行きます。中津川方面曲がります。まあ物好きしか行かないよね。ここからが県道210号になります。これ曲がってすぐトンネルがあるじゃないですか。 Google マップではよくわからないのだけど、ここから日津鉱山まで何本もトンネルがありました。いやー、この誰もいないトンネル何本も越えんの怖えな、ほんと。日津の廃墟まではここからあと19分、10キロってことです。これはロックシェットって言うんでしたっけ、こういうのも。確かそうだよね、トンネルじゃなくてロックシェット。まあでもあれですね、この道自体は結構走りやすいです。いやー、これ曲がってるトンネルとかなんか本当前が見えなくて怖い。路面状況はいいんですが、見通しの悪いトンネルが多かったです。通られる際は気をつけてください。はい、これですね、川上って書いてあるじゃないですか。あっちも林道なんですよ。でもそれもね、確か通れないって言ってたんだよな。ここをまっすぐ行くといわゆる中津川林道になります。今回は右折します。とりあえずここを右曲がります。ここから先、これまでより路面状況が悪くなります。まあなんかあれですね、 1.5 車線の道になった感じです。山奥の鉱山だってことはよく調べてきましたけれど、思った以上に山奥。いやー、なんかどんどんトンネルが怖い感じになる。あー、でもなんかもうめちゃくちゃ秘境感ありますなあ。はい、林道上の大滝線、はい、こっから一応林道上の大滝線ってことです。あ、これより鉱山道路出てきました。日津看板がですね、もうちょっと先にもう一個林道があるんですよ。もうそれもうすぐ入り口のところで通行止めになってると思うんですよね。調べた時情報ではそうなってました。地図上はこれだな。これ左側は引き続き林道上の大滝線です。この上の大滝線ですが、有名な林道でした。現在台風19号の被害を受けて全面通行止めだけど、通れたらダート区間ありの全長 21.9km で群馬県まで通り抜けられる道です。通れるようになってほしいです。いけそうじゃん。あ、いやそんなことない。やっぱあそこで、はい、通行止めになってますね。こういう林道が1個、ちょっと名前動画の時はつけときます。この先のトンネルが鉱山前最後のトンネルです。いやー、なんかおーバイク来たよ。ここは仮掛けトンネルと言います。399m です。いや、すげえ、何これ、めっちゃくちゃ怖いんですけれど。このトンネル長いね、しかも結構。はい、写真を撮り損ねてしまったのですが、このトンネルよく写真を見かけるトンネルでした。トンネルの先に第一沈殿地があるみたいです。抜けました。なんだ、今そっちにも洞窟があるね。あ、これですね、郵便局です。この郵便局、小倉沢地区ってことで、この郵便局はまだ使われてるってことなんですよ。これ写真撮りたかったんだ。というわけで到着しました。ここが目的地にしていた秩父鉱山簡易郵便局です。この先に廃墟と呼ばれる風景が点在してます。まずは簡単に日津鉱山のあらましを紹介しますね。日津鉱山こと秩父鉱山の歴史は古く、かつては戦国時代の甲斐武田氏が金を採掘したと伝えられています。江戸時代には平賀源内も一攫千金を夢見て入山しています。平賀源内、エレキテルの人ですね。1937年に現在の日津賀鉱山を買収、3年後に本格操業を開始します。1960年代の最盛期には
年間50万トンの鉱石を送り出していたそうです。しかし1978年に金属採掘を中止、やがて町から人が去り無住の地になりました。この場所は小倉沢と呼ばれる集落で、日鉄が共同浴場、社宅、病院、学校、商店などを用意した鉱山の町です。かつては2000人以上の人が暮らしていたそうです。はい、日鉄の廃墟群です。この先にいろいろ廃墟があるんで、まあ今日は写真を撮るのが目的なんで、たくさん写真撮っていきたいと思います。というわけで、ここからは撮ってきた写真を挟みながら小倉沢集落を紹介しますね。まずこの秩父鉱山簡易郵便局、下調べではこの郵便局が今も営業中と聞いてました。しかし2018年6月5日から一時閉鎖と案内が出ていて、この日も閉鎖中でした。これは友人が10年くらい前に撮った写真なんですけど、見比べると秩父鉱山簡易郵便局という看板がなくなっているのがわかります。別の角度の写真です。ポストが塞がれていて投函できなくなっています。この様子だとこのまま完全に閉鎖ってことになるんでしょうか。郵便局にもマニアがいて、この郵便局は秘境の郵便局として知られていたようなんで、閉鎖ってことなら残念ですよね。郵便局の隣にある日鉄の事務所です。ブログ記事で日鉄の職員の方が郵便業務を兼任されていたという情報がありました。郵便局の閉鎖と関係があるのか気になります。事務所隣の空き地から鉱山施設を取りました。頭上の錆びた橋のようなものは何ですかね。いかにも鉱山という設備です。なんかかっこいいですよね。はい、もうちょっと先まで進んでってみたいと思います。写真を撮り損ねてしまったのですが、右前方のブルーシートの建物が労働組合の事務所だったようです。いやー、なんかこの崩れっぷりとかもすごいね。これ倉庫ってことだけれど、ここも10年前の写真をもらってます。こちらです。テレビ共同視聴組合の看板に時代を感じますよね。ここで仕事を終えた皆が集まってテレビ番組を見ていたのでしょうか。あ、これは見てきたぞ。ここにあるなんか社宅が結構昔からずっとあって、これも大体みんな撮ってんだけど、まあ、そこはいけないし、まあ、これちょっと先からこの建物を撮るしかないですかね。ここは比較的綺麗な形で残っている建物でした。2階はベランダのようなものがついていて眺めが良さそうです。当時現場作業員と本社社員の間にははっきりと格差があったそうです。ここに住まれていたのは社員でしょうか。はい、さらに先に進んでいってみたいと思います。日鉄鉱山の廃墟は2007年頃から大規模な解体が行われて、今は大部分が焼失しています。ネットで検索すると2010年前後の写真を多く見かけるのですが、その頃と比べても残っている廃墟の数は少ないと感じました。これが、あ、これ向こうが確かあれですね、学校があるんじゃなかったかな。あ、でこの橋、あ、これも完全に塞がれてる。ですね、これ校舎の目の前に行ける橋があったんですけれど、これも今完全に塞がれてる状態ですね。この学校は有名な廃墟で見ておきたい建物でした。ちょっと順番が前後しますが、さっきの T 字路から学校の前までは行くことができます。帰りに寄っているので先にそちらをご覧ください。これが一応学校ですね。この先が入れないって感じです。小倉沢小学校、小倉沢中学校、小中合同の学校です。開校は1935年、1952年に火災で全焼して同年に再建築されたものが現在残っている校舎だそうです。1985年に閉校、多い時には300人の子どもたちがこの学校に通いました。以前は中に入れたようで写真がたくさん残っています。よかったら検索してみてください。はい、これ多分社宅でしょ。あ、でこれ、これがお風呂ですね。確かだいぶ僕が写真で見てきたのと変わってます。確か男湯と女湯って看板が残ってたんですけれど、これちょっともう分かんないですね。社宅はあっても括弧にお風呂のない時代です。ここは共同浴場でした。10年前の写真がこちらです。まだ男湯女湯の表示が残ってました。共同浴場のある一帯はかつて商店街があり賑やかな場所だったそうです。他にも建物が残ってます。あ、これ、これ有名なやつですね。これ社宅で多分なんか一番よく写真撮られてるところだと思います。なんか
もうちょっとこっちまであったんですかね。あの2014年の大雪、大雪ありました2014年、それで半分壊れちゃったらしいんですよ。でさらに去年の台風とかでもうどんどん老朽化してって、あのなんかもう全然近づけない感じになっちゃったみたいですね。建物手前の木の電柱もレトロですよね。引きの写真を撮ってなくて分かりにくくてすいません。本来は長屋状態の社宅でしたが、右側が大雪で失われています。在し日の姿がこちらです。横に長い建物だったのが分かります。すぐ隣にもう一つ建物があります。ここは何だったんでしょうね。ここあのガラスが割れてるんで中見えるんですけれど、食堂？売店？そんな感じでしょうか。それ全然わからない感じです。散らかってますが売店ですかね。ガラスのショーケースが残ってました。この売店から目の前に見える岩、すごい立派じゃないですか。赤岩というそうです。後で紹介するんですが、この先にある登山口から登れるみたいです。社宅群はこの辺りで最後ですね。そこにちょっとと、あとそっちにすごいあのたくさんあるんですけれど、そこが入れない感じだったと思います。あ、そう、そこ、ここはですね、残念ながら立ち入り禁止になってしまったってことです。この上のね、社宅とかなんか結構建物としては見栄えがするんですけれど、この建物は淡州寮という名前だそうです。読めなくね、この漢字。立ち入り禁止でこれ以上入れないのですが、この一角も施設が集まっていて、この先に給食センター、保育園といった施設があるそうです。さて、日津鉱山の廃墟は以上なんですが、今通ってきたこの道、実は途中から金山志ヶ坂線という林道でした。小倉沢小中学校のあたりが起点になっています。それでこの金山志ヶ坂線は最後まで走れれば国道299号に通り抜けられる道なんですね。残念ながらここも台風被害で通り抜けできないのですが、通行止めのところまで走ってきたので、最後にこの林道をお届けします。はい、日津社宅群でした。ですね、この金山志ヶ坂線なんですけれど、このまま登ってって上落合橋登山口っていうところまでは行けるってことなんですね。なのでそこまで行って、その行き止まりをお届けしたいと思います。まあ行き止まりをお届けしてもしょうがないんですけれど、はい、まあ、一応金山志ヶ坂線という林道ってことなんでね、はい、行ってみます。通り抜けができれば国道299号でしたっけ、小鹿野の前の国道、あれに出れるんですよね。で途中になんかすごい長いこう怖い感じのあのトンネルがあったりして、結構面白そうな林道なんですけれど、残念ながら通り抜けができない、あの去年の台風からずっとできないところですね。お、まだありましたね、社宅。あとこの中どうなるんだろう、登ってったらっていう。ここ気になったんで帰りに寄ってみました。ちょっと行ってみようか。いや、これ結構続いてる？舗装が荒れててダートの視線になるのかなって思ったんですけど、ここがもう資材置き場ですね。ここで終点です。これはちょっと戻ろう。登り切った先にあったのは資材置き場でした。今社宅群のさっきの終点から2キロぐらい走ってきました。まだ続いてます。全部通り抜けられると12キロって Google マップでは出てきました。車が止まってる、ここっぽいっすかね。あ、そうだね、ここが登山口で、はい、ここで通行止めです。だいたい 2.5、6キロっすかね、そのくらいで通行止めです。まあここなんとなく行った跡はありますよね。はい、僕は今日のところはやめておきます。はい、というわけで金山志ヶ坂林道の今日の終点でした。それじゃあ戻ります。
いやなんていうんですかね、あの滝沢ダムのところってここまで来て山梨の方に抜けるんじゃなければ同じ道を引き返すことになるじゃないですか。でまあここが通れれば299号の方にぐるっと回って小鹿野の方から秩父の方に戻れるようになるんで、なんとかはいこの道直してもらいたいですよね。ということで日津鉱山いかがだったでしょうか。僕は動画を作っていて廃墟より鉱山に興味を持ちました。日本の鉱山の歴史を調べると1960年代までは各地に鉱山があり活発な採掘が続けられていました。しかし1960年代にエネルギーの主役が石炭から石油に転換していきます。これをきっかけにして鉱山は次々と閉山していきました。現在操業中の鉱山は数えるほどしか残っていません。鉱山のおかげで誰もいない山奥に町ができて人が集まる、今では考えられないことだと思います。これはわずか60年前の話です。その鉱山の町が廃墟となって今まさに消え去ろうとしている。廃墟と聞いて興味本位で見に来ましたが、知らなかったことに気づけて良い発見でした。やがてこの廃墟がなくなっても鉱山が日本の発展を支えてきたってことを覚えておきたいと思います。このチャンネルの動画たまにこういうの入れてるんですよね。よかったら探してみてください。はい、というわけで日津社宅群と金山市ヶ坂林道でした。いやまあこの山奥にあんな町があるってちょっとこうロマンがありますよね。まあ今は廃墟になっちゃって人はいないんでしょうけれど、はい、まあ廃墟結構面白かったんでこの後も回りたい。いやどうかな、別にそんなに廃墟好きじゃないですけれど、はい、また機会があれば他の廃墟行ってみたいと思います。でそのわけで今回の動画はここまでです。この動画が楽しかった人はいいねボタン、つまらなかった人もいいねボタン、ついでにチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。それではまた次回のツーリングでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。亀山ライダーでした。バイバイ。